はい、こんにちは、116インズです。我らがマリナーズは開幕8試合を戦い終えまして、ここまでなんと4勝4敗勝率5割で来ているんですね。開幕4連戦アストロズに1勝3敗で負け越した時は、正直チームを見た感じ今年は何回負けるんだろうなという戦いぶりだったんですが、その後のエンゼルスとの3連戦は見事2勝1敗で勝ち越しまして、で今日はホーム開幕戦アスレチックス戦だったんですが、こちらもしっかり勝ちまして勝率を5割に戻しました。エンゼル戦そしてアスレチックス戦で目立っているのは若手打線の躍動ですね。 JP クロフォード、ティム・ロープス、ディラン・ムーアなどですね、本当に若い選手の勢いをここ数試合非常に感じますね。今年は育成のシーズンではありますが、4勝4敗スタートならそこまで悪いスタートではないのかなと思いますね。そんな若いバッターたちの活躍が目立つマリナーズですが、今一番マリナーズで目立っている選手といえばやはりこのカイル・ルイスでしょうね。今季開幕前に注目選手として、別の動画でご紹介したルイスなんですが、ここまで開幕8試合全てに出場して全試合でヒットを放つ活躍を見せています。でさらに直近6試合はマルチヒットも記録しているということで、打率は4割5分5厘、そして15安打は MLB で現在トップというここまで最高のスタートを切ってますね。ルイスは今季3番か4番を任されることが多いんですが、ここまでの活躍は中軸打者にふさわしい活躍ですし、ランナーもきっちり返してくれますので、ここまでの活躍は本当にお見事の一言ですね。昨年9月にメジャーデビューを果たした時はバッティングのスタイルからも、今季はホームランか三振かのタイプに落ち着くかなと思ったんですが、今季は意外にも器用なバッティングを見せたりと、非常に成長も感じるシーズンとここまではなっていますので、昨年9月と今年のルイス、どういったところが変わったのかというところを今回話していきたいなと思います。はい、まずは球種別の成績から見ていきたいなと思います。ルイスはここまでのキャリアで非常に速球に強いことを証明しています。昨年9月デビューして1ヶ月で6ホーマーを放ったんですが、これらは全て速球を捉えてホームランとしていて、で今年も開幕戦ジャスティン・バーランダーを相手に速球を見事ホームランにしましたので、 MLB の中でもルイスと速球系に対するパワーというところはかなり認識されつつあるんじゃないのかなという状況ですね。でそういったこともあってか、今年は変化球攻めがかなり見られるようになってきまして、ルイスに対する投球の割合でも昨年は変化球が 33% 程度だったものが今年は 46% と、速球よりも変化球を見せる機会が相手投手非常に多くなってきています。そういうことで相手投手の攻め方が変わってきているんですが、ルイスはこれに適応しまして、結構逆方向を意識しながらヒットを放つ場面っていうのを今年は非常に多く見ますね。ここまでのシングルヒットの大部分はセンターから逆方向への打球となっていますので、ルイス自身も変化球が多く来ることを頭に入れて打席に臨んでいるのかなと思います。昨年も変化球に対する打率は3割3分3厘と決して悪い数字ではなかったんですが、今季はここまで5割とそれ以上の数字を現在残していまして、ルイスに対する変化球攻めが相手投手あまりうまくいっていないことがここからもわかりますね。個人的にここまで一番良かったと思うのは、開幕2戦目ランス・マカラズ・ジュニアの変化球をしっかり待ってライトスタンドに運んだ時のルイスですね。あの打席は昨年からの成長を本当に感じるような、そんな打席だったのかなと私は思いますね。そしてもう一つ、変化球攻めの対応の中でルイスの成長を感じる部分として、アウトローの対応が非常に良くなった印象ですね。こちら左側2つのチャートがルイスに対する2019年そして2020年の相手投手のゾーン別の投球割合、そして右の2つのチャートがルイスの2019年そして2020年のゾーン別の打率となっているんですが、19年20年と相手投手はだいたい投球の4割ぐらいをアウトローに投じているんですが、昨年のルイスはアウトローのゾーンというのは非常に苦手としていまして、打率も1割台ということで、おそらくここはルイスの弱点として認識されていたと思うんですね。で実際にそこを攻められる機会が今年も多いわけですが、今季はこのゾーンで今のところ一番ヒットを稼いでいる状況でして、非常にうまく対応しているなという印象ですね。外角に逃げる変化球にうまく合わせてライト前に落とすというヒットも結構多い印象ですので、意外と器用なバッティングするなと今季のルイスを見てて思いますね。贅沢を言ってしまえば、おそらく意識がかなり外角に寄っているせいか、今のところこのゾーンではシングルヒットしか打てていない状況にありますので、このコースでルイスの特徴でもあるパワーをもっと発揮できるようになれば、さらに怖いバッターになれるんじゃないのかなと思いますが、今のところ十分やってくれているんじゃないのかなと思います。はい、続いて打席でのアプローチ面を見ていきたいなと思います。ルイスの三振率は昨年から大きく変化はしていなくて、
して空振り率についても大きな変化はここまでないんですが、スイングパーセント、そもそもスイングする割合が今季大きく減少しているんですね。昨年のルイスの印象はというと、結構どんなボールでもどんどん振っていくタイプのバッターだったので、今季は何でも振っていくのではなく、ある程度狙い球を絞ってスイングしているなという印象ですね。そのおかげかチェイスパーセント、ボール球を追いかける割合も昨年の 33.7% から今季 27.8% まで今のところ落とすことができていますので、悪いボールに手を出さなくなったのはアプローチ面での大きな成長と言えるのかなと思いますね。アプローチ面の成長の結果、1打席あたりの球数も昨年 4.1 球だったのがここまで 4.6 球と、相手投手に多くのボールを投げさせることもできていますし、またフォアボール率も昨年より上昇していますので、このアプローチの意識も彼の開幕からの好調を支えているのかなと思いますね。今後注目したいのは、調子を落とした時期でもこのアプローチを続けることができるかというところですかね。調子が悪くても狙い球に絞ってスイングすることができれば、調子の波をある程度抑えることができると思いますし、シーズンを通して活躍する選手になりうる要素だと思いますので、今後ルイスがこれを続けられるかというところは個人的に注目して見ていきたいところですね。そしてアプローチの維持という課題以外にも、今後の課題として挙げられるものとして、やはり三振数の多さが挙げられますよね。今季も現状三振率は 30% 台後半と依然として高い水準になっていますし、なかなか高い三振率を記録しながら活躍する選手はあまり多くはないので、減らすことができるのであればそれに越したことはないのかなと思います。それから相手投手の攻め方が変わった際の対応ですね。現状アウトコースに変化球中心で攻められているルイスですが、おそらく今後インコースの速球で攻められる機会が非常に増えてくると思いますので、その際にきっちり対応できるかというところも課題になってくるかなと思いますね。そして最後にパワーとアベレージの両立ですね。今のところシングルヒットが結構多い印象のルイスですが、やはり彼の一番の持ち味はパワーですので、その特徴を生かしつつアベレージを残せるバッターになれるのが一番良いのかなと思いますね。マリナーズはケレニックやロドリゲスなど外野のトッププロスペクトを多数抱えている中で、このルイスが未来のレギュラーになるかは正直微妙だなと少し前までは思っていましたが、メジャーに上がってきてからのルイスが見せているポテンシャルは長期的に未来のレギュラーになれるものと今のところ感じていますので、ぜひ今の活躍を今後も続けてほしいなと思いますし、さらなる成長というところも期待したいですね。今シーズン開幕素晴らしいスタートを切ったルイスが1年間でどんな成績を残すのか非常に楽しみにしながら、今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。